アルブレヒト・デューラー作、メランコリア,アイ、抑うつインフレーションのアレゴリー。日本の浮世絵師の歌川義虎が、慶応元年日本の江戸幕府末期の動乱期の市場物価の上昇を揶揄している。日本の浮世絵は元来、政治や社会の風刺画が多い。アレゴリーとは、抽象的な事柄を具体化する表現技法の一つで、主に絵画、詩文などの表現芸術の分野で駆使される。 意味としては、比喩に近いが日本語では空意、もしくは空意像と訳される。しかにおいては、喰いと、ほぼ同等の意味を持つ。また、イソップ寓話に代表される置き換えられた象徴である。アレゴリーの特徴として、教訓や風刺の意味を持つことが多い。またその場合はできる限り普遍的なモチーフに置き換えることによって、その作品に触れた人々が置き換えられた概念を、 想起しやすいようにさせている。例えば、グーには、しばしば、狡猾な狐が登場するが、実際に狐が、他の動物に比べてずば抜けて狡猾であるという、論拠は、さほど多くはない。しかし、詩文や絵画においては、狐や、蛇、イコール狡猾というイメージが、説得力を持つことがしばしばである。これは、狡猾という抽象的な概念を狐という動物に、 なぞらえて表すものであり、この与えられた抽象を持つものがアレゴリーである。他の一例として、タロットカードの絵柄に見られるシンボリックのアイテムや、宗教絵画などに登場するモチーフがそれに相当する。歴史的にはギリシアにおいて、神話上の人物を哲学的に解釈し始めた頃に、生まれた概念であるとされる。その後聖書なども、 同じアプローチで解釈が行われた結果、キリスト教神学と中世の実在論哲学において、この概念は大きく発展した。チェザーレリーパのイコノロジアで特に頻繁に扱われている。また象徴とは微妙に意味を異にしており、一般に知られた普遍的な概念と擬人表現が一体化しているシンボルと異なり、普遍と特殊がある意味においては逆になっても、直感として、 双方に通じる意味を持つ場合をアレゴリーであると、シェリングは説っている。現代美術においてもアレゴリーを用いた表現は、自覚、無自覚を問わずに行われ続けている。ありがとうございます。